二頭の筋肉痛が半端じゃない。雪国でございます。おはようございます。今日はね、新潟県上越市ってとこの家に帰ってきてるんだけど、ひょっとしたら僕が上越の人って知らない人も多いよね。またここ地元じゃないからちょっとねややこしいんだけど、新潟に家もあってジムとかね、脱毛サロンとかね、いろいろそれ経営してる場所もあるんで、今日は新潟の Vlog になります。家もずっと残してあるの。ここね 5LDK あってね、住まないともったいないんだよ。ほんとサプリメントね、めちゃめちゃ残してあるんだよね。さすがに蓋はしてある。レイズの家忘れたからね、朝ネイチャー館の家にします。 10g でいくか。プロテインちゃんと袋ごと持ってきたの、このミックスベリー味。うん、まあまあ美味しいかも。ネイチャーが製品月末セール中なんで、概要欄からチェックしてね。でっかい鏡。今日はね、レンタカー1番雪や。新潟ね、駐車場の雪すごいから、ああやってね、端っこに避けた雪がね、どん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 でっかくなってね、超でかい山になるの。今日ね、法務局行ったり銀行行ったりってね、そういう事務的な仕事が多いの。関係ないんだけど、新潟の駐車場ってね、ああやって消雪パイプって言って水が常に流れてたりするから、雪溶かすようにね、あるね、駐車場がね茶色いんですよ。新潟あるある。もう地方の何がいいかって言うとね、もう待ち時間ゼロですよ。僕しかいませんから。5分でゲットした。直越駅。駅前のね、海鮮丼を食べに行きます。今ここ直越ってとこの駅にいるんだけど、上越でね、何が美味しいかってみんなに聞くとはね、やっぱ地魚が美味しいって言うんで、海鮮丼を食べに行きます。めちゃくちゃいい感じ。めちゃくちゃうまそう。でもこれ原料飯ですね。痩せちゃう。朝から海鮮丼最高ですね。中トロかな、地魚かな、いただきます。中トロは地魚じゃないよ。うん、うまい。こういう、なんだっけ地魚って、メギスとかかな。最近唐揚げばっか食べてた僕からしたらね、低カロリーすぎて痩せちゃう。たまにはいいね、胃に優しい。出先なんで最小限 V エナジーとビタミン B、ビタミン C、アルファリポ酸、クリロイル。日本海でございます。めちゃめちゃいい空気。ちょっと寄り道、銀行へ。会社のね、いろいろやんなきゃいけないことがあるんですけど、1時間ぐらいかかってる。これ食べたいな。美味しそうなお寿司。新潟に帰ってきたら必ずこの富寿司っていうのを食べに来るんですよ。いっぱいあって近いからね。5箇所ぐらいあるの。いただきます。うまっ、めちゃくちゃうまい。このね、南魚沼産のお米がね、なんか粒が際立ってて美味しいの。一粒一粒がのどぐろ。お、寿司よりこっちが楽しみだった。うめ、このうなぎのタレとね、南魚沼産の米がね、超合うの。うん、久しぶりに来ました、我がアルティメットフィットネスね。なんか新しいジムとかと比べるとね、広くはないんだけど、やっぱね、ここにしかないデザイン性とかね、かっこいい写真とかっこいい映像を撮るんだったら、ここのジムがね一番。この上のドームのところとか、あの柱とかめちゃ好きで。めっちゃ久しぶりに来た。本当はね、ハンバーグ食べたいんだけど、さすがにチキンにしましょう。めちゃめちゃうまそう。さすがにバターは避けます。めっちゃうまそう。
僕なるべく気づかれないようにね、こう帽子とかマスクとかねしてるんですけどね、今ねサインくださいっつってありがとうございますてかね、ココスめっちゃうまかった。普通にまた行きたい。超安いし。風呂上がりは氷入りがうまいね。はい、という感じでお風呂入ったんで、あとは寝るだけでございます。今日の新潟 Vlog いかがだったでしょうか。久しぶりにやっぱ新潟帰ってくるとね、いろいろ思い出しますね。ただなんかね、こう言っちゃうのもなんなんですけど、なんか楽しかった思い出が思い浮かぶかっていうよりも、とにかく仕事仕事仕事で忙しかった思い出と、なんか辛かった思い出というか、ここはだから僕ね、修行させてもらった地なんだよね。いろいろ自分のさ、このビジネスの原点だから、ここで全てが始まったじゃないけど、上越市でねパーソナルジム開業して、 YouTube もねここの土地から始めて、今ね東京に入れるのも、大きな夢が抱けてるのも上越でね修行を積ませてもらったからなんだけど、いや本当今思えば、僕のだからアルティメットフィットネスも当時最初の初期投資3000万ぐらいだったんですよ。それがね3年半前ぐらいの話だけど、本当に必死になって無理やりジム作ってさ、右も左もわかんないままジム運営して、なんか全てのことが初めてだらけでね、で同時に YouTube やったりフィジークやったりもしてたから、いや今思うとね大変だったんだろうなって思うんだけど、それがさ3年半後の僕はジムを1000店舗作るって言ってるわけなんですよ。今年24時間ジム100店舗作るんだけど、今は1ミリの不安もないのねそれは今さ、やっぱ周りの仲間にも恵まれてるし、あの頃と変わったのはさ、やっぱ自分を信頼してくれる人が増えたっていうのがあるからなんだけど、でもあの時必死になって大博打でもう人生かけて失敗してもいいやってなんか飛び込めたことって、本当に良かったことなんですよね。だから行動を起こした人全てがうまくいくわけじゃないんだけど、その思い切った行動っていうのが、今自分にできる精一杯の大きな挑戦を何個も何個もやっていくと、いつの間にかさ夢がとんでもなくでっかくなってたりするもんなんだよね。だって5年前の僕はさ、いつか自分はでっかいジムを作るぞなんて思ってもなかったから。だからね、夢ってね最初から大きくなくていいんだけど、小さな夢をいくつもいくつも叶えられた人ってのが、大きな夢が叶えられるんじゃないかなって今の自分はね思うんだけどね。はい、そんな感じでまた夢を語ってしまいました。僕昔から夢を語る癖があるんだけど、でもそれも一つ変わったことがあって、昔の自分は夢を語るとたくさんやっぱ叩かれたんですよ。だけど今ってすごくみんな真剣に聞いてくれるでしょ。そう、だからきっとみんなもそうなんだけど、最初ね何か一歩踏み出すとき、夢を目指すときって、たくさんいろんな人からバカにされると思います。だけど、最初はうまくいかないよってバカにされてたはずが、どん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 ね、こう成長していっちゃうと、周りからの評価、周りから見る目ってのもね、変わって、いつかきっとね、夢を応援してくれる人がたくさん現れると思いますから、何か目標とか夢がある人はね、もう誰の声も聞かずに、自分だけを信じて頑張ったらいいと思うよ。長くなっちゃったけど、そんな感じで、また動画見てください。おやすみなさい。みんなも頑張ってね。